はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。これでですね、第4節まで終了ですね。遊ぼう、海底のテーマパークは開放。何をジロジロ見ているんですか、この豚野郎。ありがとうございます。というわけで、収集クエストやっていきましょう。おそらくこの収集クエストがどんどんクリアしていくことで追加されるのかな。まずはこの土属性の収集クエストをやります。土属性なので出番はあるのはこの草属性です。ちょっと入れ替えてみますか。風属性か、草属性じゃない、風属性だ。まずには行ってみましょう。強敵ですね。まあ多分そんなに使わなくても倒せそう。まだまだ行くぜ。これでどうなるんだ。やっていきましょう。まずまずのダメージですね。何をじろじろ見ているんですか。さあ再開です。クエスト続きです。皆さん何をじろじろ見ているんですか。中級です。チェアで行ってみましょう。ご中佐、それじゃあ行っちゃいましょう。おっと倒せない。手加減しねえからな。なんだこれ、単独攻撃か。行きますよ。加減しねえからな。こらえ。来ました。これが今私のできる精一杯です。ド S っぽく配るにはどうぞ。なんとかしないと。おっと集団攻撃結構疲れますね。何をジロジロ見ているんですか、この豚野郎。さあ引き続きまたチアを持ってきます。おっとチャンス。ここは一面クリアです。いったろ守る手。手加減はしませんよ。ド S っぽくさっきと同じ倒しましたね。結構強いや姫の宮。能力値もボーナス入ってんのかな。よーし覚悟しろ。さあなんでだよ、魔法で出せる。初めてですね。1体だけか。何かしたら次のターンでしばくぞ。そりゃ無駄な抵抗はしない。すごいダメージ。磨いてますね。あれをやっつけるの？行くよー。こらえ。行きますよ。やめてください。はいはい、集中してくださいね。これはちょっと怖い。くれー一緒に頑張ろう。なかなか手強そうだな。いけるか？これはやれる気がする。倒しましたね。終わった。日焼け止めを切らしてました。買いに行かねば。さあ長球です。長球ですがちょっとこれまずはクリアすることを考えた方がいいような気はします。これで行ってみましょう。鈴鹿で青葉があったいた。おっとダメージが、どこからでも来い。じゃあそうね。準備オッケー。さあよし。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。やばい。まず1体倒した。ここで鈴風青葉を投入です。よーし頑張り、こうかな。負ける気がしねえな。さあよーし。倒しましたね。ざっとこんなもんだな。特大でもクリアは可能です。まあ特大やり続ければいいんですよね。キーが何をジロジロ見ているんですか。この豚野郎。ちょっといいですか。わあ、ありがとうございます。さすがですね。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすがに2日に。アドベンチャー最後やってみましょうか。動きやすくてすげえ楽だぜ。収集クエスト。日焼け止め。抹茶がいるんだったらでは行ってまいります。やるか。これで決める。すごいダメージ与えた。これは効くはず。いいよ、いい流れ。まとめて刀の錆にしてやるぜ。ド S っぽく配るにはどうぞ。なんとかしないと。オッケー。よかったらどうぞ。いませんよ。よっ来た。うわっ、急激なダメージ。一体残ったド S っぽく配るにはどうぞ。なんとかしないと。よかったらどうぞ。倒せてないとチャンス。盛り上がってきたじゃない。おいで。はい、花の都三つ子の宝石よ。カロリーなんて言葉忘れなさい。もうちょっとですね。無駄な抵抗はしないでもらえますか。うん、倒しましたか。とりあえず行ってみましょう。夜こそ取引の時間。違うわ、夏の。こっちは今だけ。こっちは今だけ。マルヒの台本エタリウム。10万のコインも気になるとこではありますが。とかも稼がないといけないですね。これは水着。また来い。はい、というわけで本日ここまでとなりします。せっかくなんだし楽しまない。はい、新クエスト「竜宮アドベンチャー」やってみました。かなり力をつけてきてるんで、以前だったら何回もやられていたものがやられずに、倒すことができました。成長を感じるこのバトルでありました。継続は力ないですよね。はい、次回またストーリーが解放されましたら、この続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ゲーム動画で以降では、チャンネル登録者数を増やしたいと考えております。ぜひぜひ登録をお願いします。1000人を目指しております。よろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。